こんにちは、こんばんは、レイです。ですね、今回ですね、話す内容は、我が、自称ブラック企業の方でですね、で、自分の同期のですね、まあ、同僚といいますか、同僚の同期ですね。で、歳はね、2歳上の方になるんですけども、かなり正義感の強い男性社員の方なので、まあ、同じ下級社員で働いてるんですけども、同じ給料でですね、働いてて、やっぱりその仕事をしてないおじさんが、多いという話をね、何度か過去の動画でさせていただきましたけど、その同僚の同期の、職場というのが、自分の方とちょっとフロアが違うんですけども、やっぱりその見えないところで、まあそういう働かないおじさんとちょっと戦って、いたということで、で、働かないおじさんたちを注意を、したところ、ちょっときつめの言葉で注意をしたと。今、コンプライアンスっていうのがうるさいですから、ちょっと言い過ぎた部分とか、行き過ぎた部分とかっていうのも、もしかしたら受け取り方によってはあるかもしれないというところで、だから逆にその注意された側の人間が2名、注意されたんですけども、若い社員、若い従業員、ね、唯一の若い従業員と、もう一人、グループ会社からちょっと出向してきた人間がおりまして、そちらの2名を、注意したと。そのね、俺の同期の人と同じフロアで働いて、同じ部門なんですよ。同じ部門で働いていて、要は目に余る行為というか、本当に暇しちゃってて雑談をね、してると。で、他を、暇だったら仕事中なので、他を手伝えばいいわけですよ。で、彼の、ね、やってる仕事っていうのが、すごい毎日忙しいんですよ。俺と同じでね、連動してる仕事なんで、だからひっきりなしに、仕事があると。だから、ね、今日は何やろうかなっていうのはもう考える暇もないぐらい、忙しいと。だからその差があるんですよ。で、その途切れてしまう仕事についてる方と、我々のように、ずっと忙しい、仕事を持ってる人間っていうので、同じ給料なのにこれ差があるわけですよ。だから腹が立つんですね。で、それであまりにもちょっと目に余る、行為が多かったもの、そして、なんていうのか、その雑談が大きな声で、雑談をして、もう いかにもという形だったので、彼は注意をしたそうです。だから同僚っていうか同期の目線で、その同じ社員同士で注意し合うって、これ結構難しいのは、同じ立場だったり、逆にその人間が早く入ってて先輩かもしれないので、その人間に対して注意をすると、やっぱり同じ立場の人間から言われた方っていうのは、気分が良くないわけでしょうね。きっとね。だって、お前に言われる筋合いはねえよみたいな感じになっちゃうわけで、だからそう思ったから、その2名は、無能のね、責任者の方と。で、本社からちょっと来てる人間もいて、そちらの方にも言ったらしいんです。だからその人間、上の2人、2名から、ちょっと呼ばれてですね、お偉いさんから呼ばれて、何かあったのかと。なんか、きつい言葉で、注意をしたみたいですね、みたいなことを言われたと。だから彼は当然当たり前のごとくですね。こういう状況だからこうだっていうのをちゃんと理路整然と、大人の説明をですね、言葉を荒々げることなくやったんですけども、多少ちょっと強い言葉口調が、特徴の人間なので、だから多分そう思われてしまったのかなっていうのもあるんですけど、だけど自分がね、そうやってやってない、ね、暇、そしたら他を手伝うとかって自発的にやるべきなのに、やらないでくっちゃべって時間を過ごすというのは、もうこれは本当にね、会社としてはマイナスな行為だったり、そうすると他の人間からもよろしくないじゃないですか。平等な、ね、同じような給料で、ね、楽してる人間と、一生懸命ね、せかせかやってる人間が同じ給料っていうのもおかしいし、これ実はね、評価制度がないので、ボーナスとかも一律なんですよ。ボーナスも一律だから、結局差がつかない。そうすると不満になるわけですよ。一生懸命やってる人間ほど不満を感じる。そして、こういう、この職場から去っていくというのが今までの流れなんですね。だからもう働かない奴らばっかりが、残っちゃって、どうしようもないです。だから俺が、ぐちぐち言ってましたけどね。言ってましたけど、会社の文句を言ってましたけど、だからぐちぐちじゃないんですよ、これは。だから、当たり前のことなんですよ。働いてる、一生懸命やってる側から出る文句は共通してるんですよ。で、それで、まだ若い人間だとか、将来、もっと上に行きたいっていう人間は、そこを離れるわけですよ。年齢的なね、部分もありますから。で、俺とか彼とかは、もう50過ぎてるんで、おいそれと、
簡単に飛び出せないわけがあるわけですよ。で、その方、その彼も、同期のね、その彼も、別に借金はないんですよ。もう住宅のローンも払い終わってるんで、で、まあ独身で母親と一緒に、ね、高齢の母親と一緒に暮らしてると。だから境遇は似てる感じなので、で、正義感も強いというところで、で、ここの二人はすごい気が合うんですよ。だってお互い一生懸命やってるから。本当に、連動した仕事をやっていて、その、彼がね、やってることを、こっちでもやってるという形になりますんで、だからね、まあ、それは当然だろうな、というふうにね、思うわけですよ。で、このトラブルが、あって、上司のね、呼ばれて、まあ、そういうこと言われたから、本当のことを、まあ、伝えて、という形になりまして。まあ、だから、ぐうの音も出ないよねっていう。で、まあ、そちらだけではなくて、今度こっちでも起きてたこと、俺が言ってたこと、それをそのまんま、その上の人間に話したということなんで、なんか、話しておきましたということがあって、だから、一人の意見じゃないですよと。だから、何人もそうやって感じてる人間がいるというのを、まず会社に思わせないと、一人の意見で変えようとしても、まず変わらない。ね、まず変わらないというね、ことがあるので、だからこれが、だから小さい声がどんどん大きくなっていって、これが事実だなと思います。調べる。ね、調べることがあるでしょうし、ただね、問題なのは、きちんと管理できてないので、要はだから、回ってないから、事実がわからない。ね、これをだから、ね、本当に問題点がこういうのがあるんだよということで、他の上の人間とかも回ってきて、そして、改善されていくという流れに持っていかないと多分無理だろうなと。あとは昔からの流れで、要は働かないおじさんがいっぱいいる中で働いてないので、だから働かない側の見方をするわけですよ。わかるかね、言ってるけど。一生懸命やってる上司とかだったら常に監視をしてるから、それが他に伝染して、結果的に職場も一生懸命やる人間が残るんですよ。だけどやってない上司と管理職がいると、管理しないわけだから、で見にも来ないしね、現場を見ようともしないし、理解しようともしない。だから上っ面の管理だけをやっている。でそうすると、だから見に来ないから、そこの職場の人間もノーチェックになるので、だから、無法地帯になるわけですよ。だから今それが起きている。ね、それを、要はでも結局ここを厳しくしちゃうと自分たちも厳しく働かなきゃなんないから、働かないんですよ。だから気づかないふりをしてるわけですよ。で、要はその事務所を一枚、壁一枚隔てて、もう声でわかるわけですよ。仕事をしてれば声は出ないわけですよ。その喋ってる声。だけど、喋ってる声が何人もいるので、そうすると、事務所にそんなに厚い壁じゃないから、聞こえるわけですよ。だから、これを指摘したんですね。その、同僚の人がね、同期の人が指摘をして、気づかないんですかと。何を管理してるんですかということで、ちょっと厳しく、逆にその管理職の人間にね、話をしてしまったと。だから、それで、いや、なんか気づきませんでした、みたいなことを言われたんで、またカチンと、ね、来てしまったようで、いや、わかるでしょ、と。ね、そういうふうに、ね、壁一枚で、わからないわけがないでしょ、ということを、言ってしまったそうです。まあ、その後、何もお咎めなしになったみたいですけども、まあ、結果的にそんなこと言っても、多分その、ね、同期の人を処罰することもできないし、だって正当なことを言ってるわけだから、で、俺がそれ前に他で言ったことをそれ言ってんですよ。だから、一回目じゃないんですよ。その指摘って。こういう人がいるよと、サボってるよっていうのを、俺も言ってるんで。だからまあね、これでもう気づかないっていうか、改善ができない会社だったらもう終わりだなと。ただ順調に売り上げは伸びてるからね。まああれなんだけど。ただ、ね、会社側も、社長自身も、ここの部門が今伸びてるから、ここの部門に期待をしてるわけですよ。で、期待をしてるんだけど、人選ミスで、全然仕事してない人たちがそこへ入っちゃってるからね、ここへ入っちゃってるから、もっと伸びるところが伸びてないわけですよ。もっと効率化を図って、そして働く皆、ね、従業員のモチベーションを上げるようなことをやっていけば、もっと売り上げが伸びるのに、
やってないんですよ。一般のそのペイペイの俺がね、こういうふうに思うぐらいだから、もっと頭のいい人は、もっとできるわけじゃないですか。ね、もっと効率化、ね、より良い環境づくりと効率化を図れるわけですよ。こんな人間にね、言われるぐらいだから。だからそこはね、非常に残念だなと。で、まあ、その、同期の方もね、いろいろとストレスがね、溜まってたわけですよ。そらそうですよ。一生懸命やってる後ろでサボってんだから。ね、この辺だって言ったでしょ、俺が、WBC テレビ見てたと。仕事中にね、勝手に仕事を止めて、食堂のテレビで、ね、これを見ていたというね。おかしいじゃないですか、そんなことできるって。だけど、許されるというね。でも、真面目にやってる人間からしたらね、こっちだってテレビ見たいわけじゃない。仕事なんかしたくないよ、だって。ね、だってやんなくて同じ給料もらえるんだったら、やんない方がいいじゃないですか。まあ、だけど、ね、自分のためにならないので、俺はそっちを選ばないわけですよ。まあ、同業他社へ転職したいっていう気持ちがあるから、一生懸命あれなんですけども、やってるっていうのもあるんですが、ね、そこで流れに乗ってしまうと、一番楽なんですけど、でそこにずっといるんだったら、そっちを選んだ方がいいんでしょうけど、人間的にクソになるなと。ね、人間的にこれ終わってんじゃねえかなと思うんで、だからやらないというね、選択を俺はしているという感じですね。まあ、そんなこんなでですね、いろいろ話しましたが、やっぱり、指摘事項は俺だけじゃないんだなというふうに思いました。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ。